ちらです。じゃん、はい、じゃん、法律の勉強は暗記じゃなかった、はい、ということなんです、はい、これどういうことでしょうか。皆さん、まあ、によく聞かれることなんですけれども、はい、弁護士さんって、法律の勉強してきたんですね、うん、六法全書がね、うん、全部頭の中に入ってるんですね、きっとね、一枚覚えちゃ、破いて食べてね、一枚破いちゃ覚えて食べ、そういう漫画もありますけれども、うん、でね、そういうイメージで、うん、僕もそういうイメージでした。あるでしょ、うん、あるある。で、実際その高校の時、社会科でも憲法のことを勉強したりして、うん、その何条に何とかの自由って書いてあるとかってことを一生懸命覚えたりするんです。で、そういうのがちょっと得意だったので、大学行った時点で、はい、僕ちょっと憲法知ってるしみたいな感じだったんですよね、はい、けど全然その大学行って法律の勉強ってそういうことじゃないっていうのが分かった、うん、つまり暗記すればいいってことじゃないんだ、あるいはその弁護士になるって六法全書全部暗記するってことじゃないんだっていうことが分かりました、はい、どういうことでしょうか、うん、例えばですね、うん、そのまあ、殺人罪ってね、みんな、うん、あるってことは知ってると思うんですよ、はい、うん、で、まあ、それぐらいは僕もちょっと覚えてて、うん、こう刑法の199条に人を殺したる者は死刑無期または懲役、あ、 5年以上の懲役に処するっていうふうに書いてあるんですけど、うんうん、弁護士っぽい弁護士なんですよ、はい、弁護士なんです書いてある、うん、でもそれを覚えただけじゃ全然使えないっていうかね、うん、その法律を勉強する、例えばその刑法の殺人罪を勉強するってどういうことかっていうと、うん、はい、まあそれは人を殺したら殺人罪だっていうのはそうなんだけど、はい、じゃあ人を殺すってなんだろうって話、うん、例えば、お母さんがね、はい、血のみごと添い寝をしてて、でも寝返り打って潰しちゃった、うん、で窒息しちゃったなんていう事件があったとして、うん、それは本当に殺人罪なんだろうか、人を殺すっていうことなんだろうかっていうことが問題になります、うん、で答えから言うと、それはお母さん寝返り意識したわけ、無意識で ね、 そうですね、こう寝返り打っちゃってるわけだから、うん、人を殺すっていう行為じゃない、そもそも人間の行動じゃないっていうふうに、うん、評価されます、うん、でそういうこと、ああなるほどなっていうふうに思う、あと例えば、鹿を銃で撃ちに行った人がね、はい、その間違ってガサガサって音がしたので、はい、鹿だと思って撃ったらキノコを飼ってる、うん、キノコ取ってるおばあちゃんだった、おばあちゃんだった、うん、あるある、そういうの、ね、これも人を殺した、人が死んだっていうことは事実ですけれども、うん、それは殺したって言えるんだろうか、その銃で撃った人は鹿だと思って鹿を撃とうと思って、うんうん、撃っただけなので、それは要するに殺意がない、はい、故意がないっていうふうに評価されます、うん、だからそれも殺人罪じゃないっていうことになる、うんうん、つまりその一つの法律の条文をどこまで適用になっているかっていうことを、はい、たくさんある裁判例の中から学んでいったり、はい、うん、あるいはその法律がどういう理由でできたのかっていうことを、うん、考えて、あれは学んで、じゃあそれがどこまで適用されるのが適切なのか、うん、あるいは公平なのか、はい、とかね、公正なのかっていうことを学ぶっていうことが法律を学ぶっていうことだったっていうことに、うん、気づいたんですよね、うん、はい、大学行ってそのことに気づいて、ああなるほどなっていうふうに一つは思いました。特に僕が感動したのは、うん、憲法、日本国憲法の憲法ですけれども、うん、はい、を勉強した時なんですけれども、それも知識としては知ってるわけで、うん、ある程度、うん、なんか基本的人権3つ挙げろって言えればね、はい、言えるような小生意気な高校生、はい、けどその、もちろんそれは知ってることは大事なことですけれども、うん、なんでそれが基本的人権って大切なのか、うん、基本的人権って大切ですっていうことは小学生でも中学生でも高校でも習うんだけど、はい、なんで大切なのかっていうことをより詳しく学ぶ、うん、最終的にはそれはやっぱり人間が辿ってきた歴史なんですよね、はい、人類が辿ってきて、うん、で本当に、昔は横暴な王様がいて、はい、でもそういう王様からみんなが団結して、うん、一つ一つ勝ち取ってきた権利ですよね、人類が発展してきたっていうか成長してきた、うん、最先端の考え方なんだって
基本的人権、それが誰にでも生まれたら誰にでもあるっていう考え方はそうやってみんな頑張って獲得してきて、その間にはもうね無実の人の血も流れただろうし、はい、そういう中で、得てきたものを、うん、僕らやっぱきちんと受け止めて、例えば次の世代に渡していかなきゃいけないなって、うん、で、そういう大事なものなんだって、はい、大事の意味ってそういうことなんだっていうことが分かってすごく僕は感動して、うん、で、きっかけはラブだったけれども、きっかけはラブだったけれども、でもそれをやっぱりその自分の仕事の中で生かしたいっていうかな、うん、仕事としてそういう考え方を伝えていったり使っていったりするのは弁護士じゃないのかなっていうふうに思って、はい、弁護士になりました。じゃあですね、いっぱいこう案件を弁護士さんとして抱えてらっしゃると思うんですけど、その中でも何が好きみたいなっていうところを3つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。はい、3つ目のキーワードこちらです。じゃん。